こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、100円ショップで入手できる、スマホ向け放熱シートを、パソコンの CPU に使用して、熱伝導シートの代わりに使えるのか？気になったので試してみました。PC 向けの熱伝導シートって高いので、100円で代用品があるのなら、割と興味深いのでテストしてみたいと考えたわけです。さあ、どうなることやら。ダイソーの放熱シートを、パソコンの CPU に使ってみたよ。はい。改めて概要をご紹介してまいりますが、今回は、通常、スマホなどの背面に貼り付けて放熱性を高めるのに使用する、放熱シートを、PC の CPU と CPU クーラーの間に使用されている、CPU グリスや熱伝導シートの代わりに使えるのか、ということを実際に試してみたいと思います。もしも代用可能であるのなら、場合によっては CPU グリスのような劣化が少ない、熱伝導シートが、わずか100円で、しかも、ダイソーで簡単に入手できるということになるのですが、そううまくいくのか。私、気になります。それでは、このダイソー放熱シートについて、どんな製品なのかチェックしていきます。購入したのは、普通のダイソーの店舗で、価格も100円。税込み110円でした。使用により熱くなったスマホの熱を放熱、とのこと。放熱シート、スマートフォン用。サイズは 66mm×44mm。ゲーム機にもおすすめとのことです。任天堂スイッチ風のイラストがありますな。それから、放熱の仕組みが説明されています。耐熱性と熱伝導率に優れた素材、グラファイト、が、熱を拡散、放熱させます、とのこと。まあ、スマホなどの場合、SOC 付近など、局所的に高温になる場合があるので、シートを介して、一部の熱をスマホ全体に分散させて、効率よく空気中に放熱するというのが冷却の仕組みとなります。ちなみに、日本製のようですね。素材表記は、ポリカーボネート、と、グラファイト、とのこと。とりあえずの説明はこんな感じでしょうか。開封して、シート本体を確認していきます。ほうほう。これが放熱シート本体ですね。粘着面のシートを剥がして、貼り付けて使うシートです。表面はこんな感じ。サラサラとした、マットな質感。おそらく表面自体はグラファイトではなく、グラファイトは粘着面と表面素材の中間に配置されているものと思われます。先ほど、材質のところにポリカーボネートと記載があったので、多分、表面はポリカ製ということだろうと思います。まあ、多分ですけどね。と、ダイソーの放熱シートについての説明はおしまい。次に、実際に CPU に貼り付けていこうと思います。CPU に貼り付けるよ。では、PC を分解して、CPU に放熱シートを貼り付けてみます。なお、今回のテストに使用するのは、過去に何度も動画にしました、富士通のエスプリモです。CPU は Core i5-3470 で、そこそこ旧型の、4コア4スレッドなので、発熱は大きめです。なのでまあ、この熱に耐えられれば、実用性があると言えるのではと思います。グリスを拭き取って綺麗にしたので、放熱シートをベタッと貼り付けます。ただ、見ての通り大きすぎるので、ちょうど良いサイズにカットしようと思います。カット完了。ふむふむ。割とうまく切れたかも。よし。粘着面の剥離シートを剥がして。緊張の瞬間。おっと、少しずれちゃった。ん、でも、結構粘着が強いし、丈夫そうなので、貼り直しもできる感じですね。OK。貼り付け完了。触った感じ、問題なさそうですが、空気が入るといけないので、空気抜きを兼ねて、優しく擦りました。うむ。これでいいでしょう。CPU クーラーを元に戻します。冷却性能を試すよ。放熱シートの取り付け、貼り付けが完了したので、どのくらい冷えるのか？いやいや、そもそもまともに使えるのかを確認しようと思います。まずは起動させて、アイドリング時の CPU 温度を確認します。Windows 起動後、しばらくしたので、ハードウェアモニターをチェックします。特に作業をしていない、
アイドリング状態での CPU の温度は43度前後を推移しています。ちなみに、CPU グリスの場合は38度前後を推移していました。なので、CPU グリスより4度高く、低負荷時においても多少性能が劣るということになります。でも、正直言えば、この段階で60度くらいになって、使い物にならないとも予想していたので、これは意外と期待できるかもしれませんね。では次、CPU に負荷をかけた際の温度を見てみます。とりあえず、Cinebench R15 を実行し、CPU の最高温度を確認してみようと思います。すでに70度を超えてきていますね。少し先が思いやられますが、テスト完了までスキップします。結果です。CPU に高負荷をかけた際の温度は、最高102度でした。明らかに冷却不足ですよね。通常の CPU グリスの場合は、ほぼ同じ条件下においてだいたい70度以下で済んでしまいます。ただ、ベンチマーク結果のスコアとしては、異常に低いというわけではなかったです。なのでまあ、温度がやばいけれど、動きとしてはそこそこ使えるのかなと思いました。いや、さすがに高負荷時とはいえ、100度以上出てしまう状態で運用するのは嫌ですけれどね。ということで、これらの状態を見た限りでは、ダイソーのスマホ放熱シートは、CPU 用熱伝導シートとして使用できないという結果となりました。しかし、実はもう少し試したいことがあります。何を試してみたいのかというと、先ほど、材質紹介のところで、ポリカーボネート、とグラファイト、の記載があったと思います。ポリカーボネートというのは、いわゆるプラスチックの一種です。これは熱をよく通すとか、そういった用途で使われるものではないです。一方で、グラファイトについては、今回、熱をよく伝えるものとして用いられています。でですね、放熱シート本体のどこに何が使われているのかについてですが、グラファイトは脆いので、多分、内部に配置されていて、シートの表面はポリカーボネートで覆われていると思われます。はい。もう何がしたいのかわかったかもしれませんが、そう。表面にあるポリカーボネートを剥がして、グラファイトを剥き出しにした状態で試してみたい、ということです。まあ、うまくいくかはわかりませんが、100円ですし、とりあえず試してみようと思います。とりあえず、シートを剥がしてみますかー。え？おやおや、まあまあ、意外とあっさり表面のポリカーボネートシートが剥がれました。で、グラファイトについては、複数枚というか、積層構造になっているようなので、少しペロペロしていますが、このまま、CPU クーラーを取り付けて試してみようと思います。さて、もう一度温度の確認作業を行います。まずは先ほどと同じく、アイドリング時の温度です。アイドリング時の CPU 温度は、41度前後を推移しています。そのまんまシートでは42度前後でしたので、一度だけ冷えるようになりましたね。あんまり変わらないのかな？次に、高負荷時の最高温度です。結果までスキップします。結果です。これは効果が出ました。高負荷時 CPU 最高温度は、81度となりました。先ほどは102度と、かなりの高温でしたので、20度以上、大幅に温度低下しました。まあ、とはいえ、CPU グリスの方がまだよく冷えるので、熱伝導率は良くないという印象ですけれどね。まとめです。はい。ということで、この辺でひとまずの結論ですが、今回試した内容では、ダイソーのスマホ放熱シートは、CPU 熱伝導シートの代わりに、できませんでした。ただ、まだ試していないこととして、今ご覧いただいているような、ペロペロとしたグラファイト素材部分のみを使用して、熱伝導シートの代用とすれば、もしかしたらもう少し冷えるかもしれないです。粘着テープ部分も熱伝導の妨げにもなっていそうですし、劇的に冷えるようになる予感がします。まあ、試していないので何とも言えませんが、もしも気になるのでしたら、100円ショップで買ってみて、実際に試してみるのも面白いかもしれないですよ。ただし、試してみる場合は、このグラファイトは熱だけでなく、電気も通す素材なので、ショートには気をつけてくださいね。とまあ、こんな感じで今回の動画はおしまい。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴。
ありがとうございました。